56式半自動不やりは中華人民共和国で生産された SKS-45 の派生型である。省略して56式半と表記される場合もある。中印国境紛争で56式半自動不やりを使用する陸軍の兵士。写真右のインド兵は着検した L1A1。 小銃で武装している56式半自動不槍を所持し更新する海軍の兵士中国工能工軍と後継の中国人民解放軍では成立以降長らく運用する小銃が軍全体で統一されておらず1950年代初頭までは主に日本軍や国民革命軍から路角内し接収した38式不標銃中性式不槍をはじめとするモーゼル系小銃 関与パチ十8式付やり、スプリングフィールド M1903 小銃等とソビート連邦から提供された模ンナガンを運用していたが、これらは使用弾薬が異なるため補給を混乱させる要因となっていた。朝鮮戦争停戦間近の1953年からは、ソ連の技術協力を受けて模ンナガン M1944 を国産化した53。 式補保機あが配備され、小銃の一本化が図られたが、同時期の中華民国国軍では、アメリカ合衆国から提供された M1 ライフルや M1 カービンといった、半自動小銃が普及しており、ボルトアクション式の小銃は実戦における劣勢が、危惧されるようになった。中華民国との戦争に備える上で、解放軍としても消火器の近代化は必須であったため、53、 式補保機槍の採用からわずか三年後の1956年には、再度ソ連に協力を要請し、SKS-4556 式半自動フェアリとして国産化した。同時に AK-47 と RPD も国産化され、それぞれ56式自動フェアリと56式半用、木槍として軍に採用された。また、この三種類の消火器は合わせて56式槍属と、 故障された。56式半自動不やりの一般部隊での普及は1950年代末頃までに完了しており、1962年に勃発した中印国境紛争でウイを飾ったとされている。この戦闘で56式半自動不やりは、インド軍兵士の大半が装備するボルトアクション式のリーエンフィールド小銃に対して火力面での優位性を発揮し、 中国側の勝利に貢献した。1968年からは56式半自動不槍の射撃精度及び銃剣格闘能力と56式自動不槍の連射性能を兼ねた小銃として開発された63式自動不槍が配備され、56式半自動小銃は民兵用の小銃として転用されていったが、63式自動不槍は 文化大革命の混乱による品質管理の不徹底などから不良が多発したため、軍の要求に基づき56式自動道や槍が再度主力小銃として1 0級部隊に配備された。56式自動道や槍は1979年の中越戦争にも投入されたが、ベトナムの密林地帯においては56式自動道や槍の特徴である。 射撃精度が生かしきれない上に長い重心が、取り回しに悪影響を及ぼし、必然的に近距離化した戦闘の中では、ベトナム人民軍が主力として装備する AK-47 やアカム、ベトナム戦争中に中国が北、ベトナムへ提供した56式児童フヤなどのアサルトライフルを相手に苦戦を強いられたため、事実上の敗戦から数年経った1985年には、 正規軍からの退役を余儀なくされ、56式児童不やりと新型の81式児童不やりに主力小銃の座を明け渡した。なお、56式半児童不やりは武装警察や民兵組織などの準軍事組織にも長らく配備されており、特に民兵組織では正規軍での採用から60年以上経過した2019年の時点でも運用の継続が確認されている。 南ベトナム海放民族戦線の装備として、展示される56式半自動不リアフガニスタンで、露客された56式半自動不やりと AKK の、小銃56式半自動不やりをはじめとするに5 6式り族は、中国共産党の対外政策に基づき、新中国家や国外の反政府勢力に供給されたが、紛争地において56式半自動不やりは56。 式自児童不やりほど普及はしなかった。ベトナム戦争では、ベトナム人民軍や、南ベトナム解放民族戦線のゲリラに使用され、アメリカ軍の将兵に露飼されたものの一部は、土産物として本国に持ち帰られた。なお、ベトナム国内には依然として56式半。 自動不やりを含む多数の SKS-45 系小銃が運用可能な状態で残存しており、これらは正規軍と同じ AK-47 系の小銃のほか、63式自動不やり、M16 ライフル、少数の M1 ライフル等と共に自衛民兵によって使用されている。スターリン批判以降ソ連と激しく敵対していたアルバニア人民共和国は、 同じく半祖の立場を取る中国から兵器を多数輸入しており、この中に56式半自動不槍も含まれていた。また、アルバニアでは56式半自動不槍にいくつかの改良を加えたクローンの製造も行われた。1980年代に入ると、北米市場への輸出が開始され、複数の輸入代理業者によって販売された。 民間における56式半自動負りは主に狩猟用途で使用されており、発売直後は70ドルから200ドル程度の安価な値段で取引されていたが、アメリカではクリントン政権期の1994年に施行されたアサルトウェポン規制法によって輸入が禁止された。全軍視察中の毛沢東に提出された56式半自動負り、 1964年の時点で普及していた仕様であり、初期型の特徴とされるブレード型の折りたたみ、式銃剣を備える56式半自動負やりの構造や外見、操作方法などは原型となったソ連の SKS-45 とほとんど共通であり、最初期は輸入したソ連製の部品を用いたノックダウン生産が行われていた。初期型はオリジナルに忠実であるが、 九百六十年代後半からは、設計変更により、トリガーガードなど一部部品の製造方法が、削り出しからプレス加工や鋳造に切り替えられ、耐久性の向上を目的として、重心内に、クロムメッキが施されるようになった。また、銃剣は九百六十五年以降徐々に、ブレード型からモシン長 m 九百四十四に、似たスパイク型へ変更されていったため、 後者の仕様については、ソ連製 SKS-45 との判別が容易である。重症は、基本的に木サさ,さげの材木から作成されるが、英語圏でジャングルストックと呼称される樹脂製重症を備えた個体も存在する。また、重症は、ガ川を下部に取り付ける仕様と側面に取り付ける仕様の両方が製造された。ありがとうございます。